いつもの前田です。急やな。いつものおっちゃんです。どうもどうも。前回の配信でお伝えしましたが、はい、いよいよツリーハウス工事のイベントをやりたいと思います。イベントは、はい、6月13日土曜日の朝9時からやりたいと思います。場所は大人の秘密基地、三重県津市ですが、詳細はあれだよね、参加表明を前田さんのこのページの概要欄にメールアドレスとか書きますので、はい、そちらへ応募していただいた方に個別にお知らせします。ですので申し込みの際は、なんだお名前、はい、いつもなんだペンネームじゃなくてYouTube のハンドルネーム、そうあれもらうとハンドルネーム、自分のハンドルネーム知らない人が多くて、なんとかさんで使ったらはとかっていう人が多いので、願わくば実名とハンドルネームと両方とあと市区町村までの住所でいいんで、どの辺のお住まいの方かお知らせください。その日はですね、ツリーハウスの外側の作業をやります。皆さんが来るまでに屋根は張っときます。もうちょいっぱい撮影しておきます。このなんだっけハーネスとかも一応あるのはあるんですけど、あまり個数ないので、お持ちの方はぜひとも持ってきていただきたいと思うのと、ヘルメットもお持ちの方はぜひともお願いします。であとそこそこ経験ある人というか、プロに来てくださいとは言わんけれど、高いところはまあまあそれぐらいのことはやれるよという、大工仕事やれるよっていう方がいるんですね。今ね、大工の T 橋さんとも相談をしたところ、壁を打ってくんでね、こんなちっちゃなこの木の板を、それをこうどん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 打ってくんで、作業は非常に簡単なので釘さえ打てりゃいいって言ってたよね。とりあえず釘と、ちょっとぐらいのこぎり使えればですね。あとはただ下の舞台もいて、ペンキ塗ったりする人もいると思うので、ぜひともお願いします。56人来てくれたら嬉しいかなと思います。お子さん連れてきます、奥さんと一緒ですっていう方も OK ですので、その方はね、秘密基地で遊んでていただいて、で、今回は新型コロナウイルスの加減もあるんで、本当に非常に申し訳ないんですけれど、三重県内の方に限らせていただこうかなと思います。だね、多分まだ旅行は県をまたがないでくださいっていう時期、6月13日だからね。そうなんですよね、ただちょっと申し訳ないんですけど、保険をかけて県内の方の募集に今回は限らせていただいて、次の回は県外の人も OK なタイミングにしたいなとですね。はい、大体都合3回ぐらいはやるかなと思ってます。持ってきてもらいたいものは、さっきヘルメット、ハーネスがあれば、安全帯あれば、あとトンカチぐらいですかね。そうですね、もしあれば。で手袋とか、あと帽子とか、手袋なかったら軍手程度はありますが、作業用のねやつとか、もしお持ちでしたらぜひともっていうことと、お茶とかお弁当はこっちでお昼も用意しますし、帽子、タオル、着替え、作業服汚れると思うんでですね、汚れてもいい格好でですね、お願いします。それぐらいですかね、持ってきてもらうのは。であとは夜はね、楽しい宴会がお待ちしておりますし、13日の夜は基本的には基地に、帰る人はもう仕方がないですけど、都合が許す方は泊まっていただいて、テント持ってきてもらって、キャンプしてもらってもいいですし、あとはトレーラーハウスで泊まっていただいても OK です。寝袋だけ持ってきてもらえば OK かな。そうですね、キャンプの人はテントとかもろもろ、キャンピングカーでも全然大丈夫です。 OK です。めちゃくちゃ大きくない限りは OK です。募集は僕のメールアドレスを概要欄に貼りますので、そちらだけにさせていただきます。コメント欄とかで書いてもね、混乱するんで、メールのみで対応ということで、G メールだよね。G メール作りました。キャリアメールとかで送ってくると届かない場合があったりするんで、なるべくできれば G メールとか、あとパソコン用のメールアドレスから送っていただければ助かります、はい、参加していただく方には、はい、こちらから返信させていただきます。まあ、いずれ申し込んだ方には全員して、まあ、あとは先着順だったりとか、あとはまあ県お住まいのところが違ったりとか、ちょっと条件が合わなかったりとかっていう方には、まあ次回にとかね、回っていただく感じになることもありますので、はい、基本は先着順、で、はい、三重県内の方で、はい、ということでお願いします。思いのほか出来上がっとるんで、皆さんびっくりしていただいてるみたいで。そうだよね。作りますって言ったらもうこれだもんね。っていうやつですよね。ということで、この配信始まった今の時点からもう募集開始してます。ぜひとも、秘密基地にいらしてください。一緒に、工事しましょう。簡単に撮影してもらうのは、まあおっちゃんに言ってもらっても撮影しても撮影全然 OK ですよ。ですよね。おっちゃんねるは基本外の人が撮っても全然もうそのままどう好きなようにアップしてくださいっていうことですね。いつもだいたいおっちゃんねるが早く周りの方が上がってるっていうね。なるほど。すみません、遅くて。はい。ということですので、皆さんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。